田中玄太郎田中玄太郎大正11年4月3日は、京都府急総電軍亀山北町生まれの政治家、実業家。1869年亀岡陸運を創業、後に、京都株式取引所、京都商工銀行、亀岡銀行の格闘取りなどを務めた。衆議院議員当選3回、貴族院多額納税、丹波国総電軍亀山北町に、 田中蔵一の次男として生まれたが、兄が早くに亡くなったため田中家の家督を継ぐべく、英才教育を受けて育った。北村隆造の私塾学反動や横井忠だを、山本角村にも支持し、儒学、政治経済など幅広い分野を成績優秀で、収めたとされる。田中家は代々亀山藩の御用商人として、取り立てられた商家として栄え、父、倉一は、ヤグラブ業に取り立てられ、 会計法として、亀山藩に仕えていた人物であったため、玄太郎も経済界で活躍することを期待されて育った。玄太郎が実際に設立に関わったとされる事業は30を超えるが、中でも著名なのは、現在の京都銀行の前身、亀岡銀行の設立、後に京都証券取引所となる、京都株式取引所、京都伝統株式会社、 京都鉄道株式会社などである。また正界においては、1874年に、桑田郡大岩家村古町を務めたのを皮切き、その他、現在の立命館大学の前身、京都法制学校の設立にも浜、岡光明らとと共に参所員として加わっている。1922年4月3日、玄太郎自身がかつて社長を、現在、田中玄太郎の成果は改築され、 料理旅館として利用されており、1997年には国の登録有形文化財に登録されている。実際には亀岡駅周辺の土地所有に絡む利益誘導に起こった地元民によって暗殺されたという説がある。一方、大金持ちの事故死ということで様々な憶測が生まれた可能性もあり、遺体が発見されなかったことについては否定する証言がある。 成形リポート平成16年4月5日、合計祭、キョウ費は2は、以下のような遺体発見者の証言がある。付近の水面を探したが、水死体は見つからなかった。そこは、長年の間ですぐ川に飛び込み川掛けの下へ潜った。そこにはいくつものホラー穴があるんです。果たして、そのホラー穴の一つの水面に水死体が浮かんでいた。嵐山の建設会社、大島組。 社長団長男のカズマは、東京高等商業学校卒業後実業会に入り、貴族院議員を経て、ゲンタローラが起こした、京都、織物株式会社の取締役から会長となった、内木清兵衛の妹と結婚し、子に京都大カスト工業会長の田中秀夫、味の元会長の鈴木教授、倉敷宝石会長の田中厚志らがいる。三男の岩男は、 西村総在門の娘無子となり、家徳を継いで、襲名、戦争社長を務めた、三女の三代子は、有り藤三郎に嫁いだ、田中玄太郎田中玄太郎、k-o-t-o-b-a-n-k.jp、2018年10月8日閲覧、事故後の捜索に、地元消防団員として動員され、1962年に、当該記事の著者、も月修介に、 京都市役所運づくろで語ったもの、田中和馬、人事更新録15版した京都織物、京都織物株式会社50年史渋沢写真データベース、ありがとうございます。